はい、ふみやきんでございます。いや実はですね、そのよしみちゃんとのこのもうほんまもう宣伝が2回あったんですけども、次ちゃう話しようかと思いきやですね、栃木から笑い役に来てくれた方が、そうどこの本屋でも売ってるんですかという質問がポッと出ましてですね、いや実はそんなにたくさんの書店では置いておかないんだという話が、いやそれもちょっと収録した方がいいんちゃうかということに急遽なりまして、そうです、ねね、先週出版、実は小粒でピリリと山椒みたいな4畳半2間でございますので、うん、6畳です、ね、あ6畳ごめん、たまに小さく喋ることもあるなけどよしみ、出版業界っていうのは出版社からで本が出来上がるでしょ。でそうするとね、なんていうかな、配本って言ってこう全国の書店にその本をぶわーってこうばらまいてくれる取り次ぎっていうのがあるんですよ。でその取り次ぎっていうのの代表的なのが、まあ、日版っていう会社とね、東版っていう会社と2つあって、これ日版とか東版が全国の書店にぶわーばらまくんですよ。でぶわーばらまいてもなんか売れなかったりすると帰ってくるのさ、ね、帰ってくるともう裁断ゴミ、はい、なんかよしみちゃんはもう一冊の本をとにかく大事にしたいから、もうただの一冊もその粉々に粉砕されるみたいなのを見たくないタイプの人なんですよ。だからよしみちゃんはそういう取り次ぎを使わないよな。そうですね、断裁される本を見たくないっていうのは多分ね、どの編集者も本当はそうだと思う、もっと著者さんもですよね、なんですけど、私はもともと勤めていた出版社の時は初版数万部でやっぱり取り次ぎさんのお世話になって本屋さんにお願いするっていうシステムのどっぷり使った編集者でしたので、書店さんの数が増えていた頃、もしくはそれなりに数があった頃、本屋さんの数もあった頃、それから、読者人口もスマホが導入される前 の, まだ本を読んでらっしゃった時代にはそのシステムに大変恩恵に預かったと思います。つまり、全然知らないような、人であってもそのわーっと巻かれることによってそれを目的に買いに行っていない人も本屋さんで出会うことができる、うん、買いたいと思う本があって買いに行った時に隣に並んでる本、あこれも面白そうって言って買うことができるのはやっぱりそのシステムがあったからなんですよね。で未だにもちろんそのシステムは機能こそしているんですけども、やっぱり途中からこれだけ人口が減っていって本屋さんも減っていって、皆さんが情報、私もそうですけれどもここから得るようになっていった時に本という形の役割が変わっていったら、そのシステムがなかなかうまく機能しなくなったりもしました。で私がもともと勤めていた出版社ではその初版数万部っていうところからスタートする本を作っていって、やっぱりそれなりにもちろん返本もあって断裁というのがもう麻痺するかのように当然と思ってたんですけども、まあ、震災を機になんかこう被災地に私は毛布も食べ物も届ける仕事をしていないけれども、一体これは何を作ってるんだろうって思った時に、その大きいことよりも小さくたって確かなことっていうのは何だろうなっていうちょっと自問自答があったのが2011年で、2012年にふみやきさんのご縁塾に私は参加させていただいて、その頃はお腹に子供がいましたけども、ちょうど私にとってその人生が変わる2011年と12年の間にふみやきさんがいたんですよね。ふみやきさんはそのメンバーみんなに挑戦するっていうことの楽しさを教えてくださったけども、私もその時は自分が何に挑戦するかは全く千住出版という形も分かってなかったですけど、やっぱりあの時にいただいた言葉が形になったのが千住出版の形で、私の挑戦は小さくて確かに必要とする人に本を届けたい、できれば一冊もおっしゃる通り断裁をしたくないっていう形で、ただ小さくて満足してるってことではなくて、ずっと届けていきたいだけですよね、文明さんの本を、このね、この思いに何かちょっとやられる私がやられてるんですか、いやいやいや私がやられてるんです。なんでなんかね、こうそこまでこう思いがこもってくるともうなんかこう文句の言いようがないというかね。だから僕はこの版画とかっていうのも確かになんかこう恋愛小説でなんでこんな男2人語るんで、しかももう全部直線でカクカクで恋愛小説を全くイメージさせない、なんかこの絵もなんかある人にはなんでこれなんやろって。けど僕ね、何も疑わなかったわ。よしみちゃんがこうしたかったんやったら
もうそれに乗っかる、もう餅は餅や、もういらんことは言わんて、もうそう、もう腹くぐってたから、うん、俺何も言わんかったよ、はい、よしみちゃんのしたいようにやってほしいって言ってね、うん、ご飯がにした意味もある、ね、うん、そうですね、もうタイトルも忘れちゃったんですけども、あのお遍路さんか何かの商人が、本の表紙でこうやって踊っている版画の絵が描かれた一冊の本を手に取った時に、文明さんの本は絶対こういう感じの相場だって、その時にもうそれは4年ぐらい前です、思ってたんです。なぜならばその版画が持つ勢いの良さと線の太さと荒削りなところが、なんか文明さんの表現とすごく近しかったんですよね。綺麗な美しくて整ってるって、あ、なんだこれ、違う、人生はどれだけ人を落とし込んで上がるかいう、ね、法則があるからね、ディスってない。でもなんとなくそのまるでこれは大人の男性が書いてくれてますけど、お子さんが彫ったって言ってもちょっと一瞬思えちゃうぐらい、こんなピュアな線なかなかないなと思って、実は彼はですね、製本会社さんの社員さんです。でのその版画の、まあ、いや活動を始めましたっていうのが今年の話で、それを見た時になんて素敵なんだろうと思って、引き出しの中に入れてたものの、すぐには文明さんのお話とはつながってなかったんですよ。でもそこの社長さんもとっても素敵な方で、社員さんが自分の命をどんな風に楽しく使うかってことを大いに応援される方で、そうなんです、もうどんどん社員さんが自分の個展を始めてらっしゃるんですよ、作品表現で。でその中の一人で、あっと思って、そうだって今度の新刊にお願いしたいんですけどって言って、一応社長さんにお伺いさせてくださいって言ったら、社長さんの言ったことが一番嬉しい、そういうことが、僕んとこの社員にその本当に本人がやりたい、そのことを喜んでることを肯定を外からしてもらえて、とっても嬉しいですって言われて、もうこの本は絶対売れるなと思いました。何しろ気持ちいい人ばっかりが関わってくださっていて、確かにね、今本当に本がどんどんこう衰退していくというか、時代の流れの中でね、だけどだからこそいつも部屋の本棚の中にね、そうです、あの存在感ってやっぱりあるなと思っていて、なんか望みに乗り込むっていうのもいいですよね。私たちはみんななんかきっとおそらくですけど、何かの望みに乗り込んでいて、でもその乗り込んでいる望みの意味を自分でも気づかなかったり忘れてたりすることってあると思うんですけど、いつも文明さんがそれをコンコンってノックしてくださる感じ、望みに乗るね、本当そう、だって思い込みで人生相当いけるやん、なんか根拠のない自信とかさ、うちの三男坊の勇気っていうね、枠の字が入った彼なんかもこの間電話したら笑ったんやけど、あのまあ僕嫁はんにの携帯へ電話してんやけど、なんか他のことしてたみたい で三男坊がね、あお父さんからやと思って、で取った瞬間に一言目がね、千年に一人の奇跡の天才中村勇気ですって出てきた。もうそれ聞いただけで俺も爆笑して、お前な、千年に一人の奇跡の天才なんて聞いたら、そうやで、知らんのかいとか言うてくるんだよね。いいですよね。でももうあの時点で中学1年生で俺は千年に一人のもう奇跡的な天才の逸材というふうに思い込んでんの。なんであいつはもうね、行動力の塊ない、なんかやるったらね、お前やるったらね、やるやる、できるに決まってるって、もう何もかも全て動き出す前からできるに決まってる、だって俺天才やもん、失敗なんかありえへんって、だって天才やからって二言目やこれっていう人生歩むやつは、普通の人よりも行動の範囲がめちゃくちゃ広がるよね。そしてたくさんのことを学ぶよね。それで自信をつけるよね。なんで能力がどうかなんかなんかとんでもいいよね。で思い込みがなんぼ適当かやと思うよ。だから望みに乗り込むっていう時点で、僕は本当ね、僕も自分も母親に多分お前は天才や言うて大きな、そう聞かれたから、いまだに信じてるもんね、49歳もう間もなく50なんやけど、だって俺天才やからな、だってこれ YouTube のこんなもんね、息子に火つけられて、よしお父さん YouTuber になったろなとか言うてもうたけど、できんなとか言ったけど、お前俺を誰やと思って、天才がやるんや、間違いないわ言うてね、でそうやってことやりだしたもんね。やりだして何十回もこんなことやってるおかげで、この収録をするのもまた楽しみの一つになっていたし、それで今日もこんなに大勢、そうですね、こんなに500人ぐらいいるんですか、すごいですよね。
これが500人の拍手です。盛りました。まあざっと16、7にてどうなんですけど。だけどそれでも動き出す、経験する。そうするとなんか一つ何か見つかる。それから自信もつけるみたいなことが、ちっちゃくちっちゃく日々の積み重ねがね、将来大きいしていくのもねばならないでやるより、こう愛で動くというかね、やりたくてしょうがないよみたいなのの始まりって。ほんまに望みに乗っかるみたいな感覚やよね。三宅さんがそのお子さんの話大好きで、私ももう今は毎晩寝る前飲みに行ってて、寝てる時は別ですけど、ちゃんと一緒に寝れる時はよう飲むんですわ、この人よう飲むの。ほんでね、内緒です。終わるかと思いきやカラオケ行こうカラオケ行こうとか言って、この間も二人でカラオケ、はい、だいぶ音だよな、はい、お前ね。それで本当はお渡ししなくてはいけないお手が、手土産を、この人だけですよ。もう三宅さん時間作ってくれてありがとうって、手土産これめっちゃ美味しいチーズケーキって言って持ってきたのに、そのまま持って帰ったからね。初めてや、手土産持ってきて持って帰った人みたい。今日は持ってきた。そのお話が大好きで、私も息子にいつも寝る前に何でもできるよって、辰馬何でもできるって言っているんですけど、私その本を一冊書くということはやっぱり自分の人生を肯定しないと書けないと思うんです。雑誌の数ページとかとちょっと違っていて、本の一冊のこの厚みを書けるというのは自分の人生をやっぱり肯定したことを言葉にしていかないと書けないし、あと読む方も感じることができない。なので私がその文章講座でいつもお伝えしているのは、上手くなってほしいんではなくて、その自分の人生を肯定するっていうことを、いつもそれを言いながら、いつも文明さんの子育てを思ってしまう。まあでも完成までだいぶやりましたね。まあだいぶやりましたね。本当にだけどなんかお互いちょっと納得やね。そうですね。んで本当読んでくださる方がどう感じてくれるかなっていうのを、もうなんかめっちゃ楽しみで。楽しみですね。なんか若い子たちのバイブルになってくれたり、ああどんどん人を好きになりたいなって、これ読んだら絶対思うよね。本当にそう思います。なんでその人を好きになりたいっていうことから、人のいいところを探すような、でね、人を好きになったらダメみたいな、わけのわからん固定概念なんかもうぶっ壊してほしいから、そういうメッセージもちょろっとこう入れながらね、Amazon でも買えますので。そんな感じでいいですか、はい、ね、はい、ってな感じでもう3回も宣伝を続けるでしょう。次ぐらいからちょっと笑い話の方もまた戻りますんで、よろしく。チャンネル登録もまたですね、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。